早見魚御衆は大正から昭和にかけて活躍した日本画家でめちゃくちゃいろんな表現にチャレンジしてそのどれもがハイレベル周囲を振るい上がらせていったっていうような天才絵師になります例えばポエミックな風景画を描いてみたりスーパーリアリズムな細密描写にチャレンジしてみたり妖艶で幻想的な作品を発表してみたり リンパを思わせるような装飾的でデザインチックな作品で周りを驚かせたりと、本当にね、将来を嘱望された天才絵師だったんですけども、残念ながら1935年、長チ,チフスにより40歳という若さで亡くなってしまったっていうのがこの早部教集なんですね。